今日も多分勢いのある選手だと思うんですよね。2008年10月23日生まれのですから15歳とすごすぎます、ね、いうことになります勝利です。若い選手たちって、そういう周りに若い選手たちがいると、みんなでね、すごい底上げして強くなる選手が多いんで、やっぱり、なるほど、変になんかその自由な戦い方ができる選手が多いから、はいはい、結構伸び伸びと試合をするから、変になんていう肩にはまらない動きが、そういうのを持ってるから、やっぱり強いっていう勢いがありますよね。赤コーナーの栗生雄生は、去年の10月にウォーリアーでストロベリー稲田と戦って3ラウンド PKO 勝利へ、デビューを果たしたんですが、今年の2月に、判定で敗れて現在、1勝1敗というレコードです。はい、そうですね。栗生選手もね、ストロベリー稲田選手もね、テクニック系のサウスポーの選手なんで、はい、に勝ってるってことはやっぱり栗生選手自体もアグレッシブなファイターなんで、ちょっとここはすごいいい倒し合いになるんだと思います。現在1999年12月1日生まれの24歳という赤コーナーの栗生雄生です。さあ戦績を見てもこれからという選手たちの対戦ということになります。そうですね、健信ジムさんもね、同じ千葉の健信ジムさんなんで、はい、はい、すごい勢いのある若手の多いジムなんで、はい、やっぱりいい距離出りますね、はいはい、まずは青いグローブの勝利です。そして赤いグローブの栗生雄生、接近戦も第1ラウンドから挑んでいこうというところですが、はい、ここはダウンではありません。勝利選手もやっぱり立ち方からして、ちょっとやっぱり安定した立ち方、パンチも蹴りもいいですね。プレッシャーの感じだと思うね。3ラウンドの一戦ですが、第1ラウンドから激しい打ち合いになっている、はい、お互いにすごいアグレッシブでいいですよ。クリューも上下に打ち分けて最後は緑につなげていきました、そして飛び膝、この辺りは多彩な攻撃を見せていきます。そうですね、身軽なんだね、ですね、バンバンスピードでお互いに右側ですが、勝利のボリューム、今のボリュームは勝利も力こもってますね。そうですね、すごい安定してるんですよね、はいはい、立ち方が。そうですね、はい、すごいね、軸がいいですよ、ぶれないんで。軸がいいっていうところは、その攻撃にこういい方向につながっているわけです。つながってますね。なんかちょっとやっぱり体重軸な感じの立ち方でもあり、蹴りの蹴り方も、蹴り足からがすごい速いんで。あ、なるほど、安定してますね、はい。パンチをもらったあたり、クリームパンチを返していきました。ボディ上手いですよ、はい、左のボディが腹をえぐっていきます。勝利、激しい打ち合いになっています。左の、ね、ハイキック、左の、ミドル、いいですね。ハンドスピードも非常に速いですよね、はい、あ、最後のスク、はい、アッパーまでバリエーションもいいですよ、このボディブロー強烈です。勝利、そして飛び膝、飛び膝を返していくクリア、そしてボディブロー。クリア選手の方がどちらかといったら、その何ていうんですか、フック系の荒いパンチなんですけど、荒いパンチから、パワーパンチなんで、カウンターとかがちょっと狙われるのが怖いかなっていうのがありますね。あ、なるほど、はい、ここはパンチを集めていきましたクリューです。そう、でもね、やっぱクリュー選手なんかそんなカウンターなんか恐れちゃいけないんで、ガンガン行った方がいいですね。いや、第1ラウンドからガンガン行きますね。そうですね、はい、これカウンターですね、はい、左のフックが顔面を捉えていきました。勝利です。お互いに右構え、そしてもう時折見せる勝利のカーフと、もうどんどん効いてきそうな感じがありますよね。自分のカーフはもう必須の攻撃なんで、ボディが入った。クリュー、左のフックを返していきました。勝利、いや、お互いにいいですよ。いいですね、はい、右ストレートを伸ばしていきます。勝利です。そしてハイキック、2人はお互いに手数を出していきます。私も、ね、狙ってますからね、カーフですね、ただここにパンチを入れてきたクリュー。第1ラウンド終了、素晴らしい、いい試合ですね。激しい打ち合いを演じている第1ラウンド両者、はい、改めてですけれども、曽我さん、第1ラウンドの印象いかがですか。
まあ、勝利選手のやっぱり、まあ、1ラウンド目からのもう倒しに行くっていう攻撃、はいはい、まあ、15歳なんですけどすごい落ち着いてるんですよ、よく 見てるし、はい、しかも上下のボディの内訳もすごい上手いで、カーフキックまで、まあ、多彩ですね。そうですね、はい、飛び膝とかも時折あるんで、ね、クリュー選手はそのアグレッシブさでは、クリュー選手のフック系のパンチを体ごと、ぶん回すような、あれはあれですごくいいし、あれ当たったの怖いですよね。そうなんですよ、ただやっぱり、勝利選手結構ショートのパンチ打てるんで、はい、だカウンターが怖いんですけ なるほど、ただでもそれに恐れちゃいけないんで、ね、クリュー選手はねこのガンガンあのパワーではフィジカルでは勝ってると思うんで、クリュー選手ここはねもうバン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 自分の体を使っていくしかないです。第2ラウンドに入っています。あここは高さをまとめていきました、クリューです。そうですね、だからあのアグレッシブな腹系のパンチに膝を入れるっていうコンビネーションがいいですね。はいはい、はい、ちょっと膝が入ってしまってロングローになりましたが、はい、あれいいですよ。でもあの腹系のパンチの中に膝を入れるっていうのはカーフを狙っている勝利です。そうですね、カーフはね絶対もらっちゃいけないんで一発でも、はい、これ一発でかなり効きますからね。そうですね、そしてここはロングロー大きく返していくのはクリューです。赤いグローブがクリュー優勢、そして青いグローブが勝利です。距離を詰めていくのは勝利、大体やっぱり1ラウンドであんなに打ち合うと、あの相手の動きとかコンビネーションとか見えてくるんで、はいはい、2ラウンド目はそうすると大事に変わってきますね。ただやっぱりキャリーはね、うまいですよ。勝利のボディーブローいいですね。いいですね、ボディーの打ち方は。危ないパンチの交錯だ。いいっすよ、お互いにやっぱ恐れちゃいけないんで、パンチをガンガン行かないと。どんどんとアグレッシブに前に出ていくリュウです。クリューは現在2戦して1勝1敗、そして勝利は7戦して3勝3敗の姿です。お互いにこの勝利を応援してレコード的には勝ち星先行というところに行ったところ。そうですね、勝利君本当に多彩ですよ、いろんな攻撃持ってるんでですね、はい、アンパーから右ストレート、この辺りも多彩のパンチを出していくパンチを見せます。クリュー選手はねちょっと見すぎて狙いすぎちゃダメですね。もうちょっとどんどん出していった方がいいですか。出していった方、まあ、もちろん狙うガード固めて、はい、相手の打ち終わったら狙うのはいいんですけど、出てくるのかな、下がりながら左フックを当てていきました。そしてこのボディーも、左のボディーが入りますね、はい、打ち方もすごいいいですよ、肘もね、肘の使い方も、あ、肘はました。第2ラウンド早くも30秒切ってこようというところですが、このボディです。そしてハイキック、速いですね、スピード感があってですね、クリュー選手もちょっと手数が減っちゃってて、ちょっと休んでるのか。確かに第2ラウンドからどんどん攻め続けていったというところがあります、クリューです。第1ラウンド終了、なので多分3ラウンド目に行こうっていう戦い、2ラウンド目はちょっと休憩して、はいはい、3ラウンド目戦いの強く作戦ですよね。この第2試合はジャパンキッズとイノベーションの交流戦になっている、バンタム級3分3ラウンドの一戦です。お互いにすごい噛み合ってるから、そうですね、見応えがすごいいいです、あります。第2ラウンドが終了して、これから第3ラウンド最終ラウンドに入っていこうというところ。赤コーナーがプロデビューから3戦目、これが再戦になります、クリュー優勢。そして青コーナーがイノベーション健診ジム所属、千葉県四街道市出身の勝利です。健診ジムさんだから、あの前の市原大会でも、今日は若手の15歳ぐらいの選手がランキングの選手を KO したんですよね、はいはいはい、だからやっぱりすごい強い若手が、揃ってるんだと思います。さあこれが第3ラウンドということになります。そうですね、
絶対クリュー選手ね、なかなか行かないと、そうですね、はい、やっぱりね、ジャパンキックの選手なんで、他のね、団体選手にやっぱり負けるっていうのはね、あんまりいいことではないんで、しっかりと、ここは右を伸ばしていきました。はい、そこに見た目が出てますね、そうなんですよ、狙ってるところがありますね、あ、そして膝、やっぱりサンダーズでアグレッシブにいってますね、いきますね、はい、サンダーズをどんどん前に出ていくクリューです。冷静に相手を見てサンダーズを取っていく勝利、あ、これ左怖いですね、そうですね、あと、ハイクアルハイクちょっと怖い感じ、すごいパンチを持っている勝利、そして右のボディーボールを何度も入れています。カーブをかなり受けているクリューですが、ここから入ってくるとなかなか相手を追っていくのも苦しくなってきましたね。そうですね、やっぱクリュー選手自分からバンバン攻めた方がいいですね。もちろん勝利選手はカウンター狙ってる、カウンター狙ってる感じに今変わってるんで、はいはい、だからちょっと今休んでる部分もありますね。最後は多分30秒とか1分ぐらいで戦っちゃうかなみたいな。さあ、もう今合わせていったのはフリーです。フリー選手、ここで考えてみると、はい、さあ、いけるかどうかというところ大根塚を早く蹴っていましたが、このパーフを蹴ってくるフリーね、いい勝負だね、感じの交差がね、ギリギリのところなんで、左利きの手を振りました勝利、前に出てボディから完全に蹴っていったというフリーです。あっと、これも1点上げていきました。ボディが入ったら入ったら効いたんですね。残り時間が20秒切ってくる。ここで前に出られるかどうか。左、左の打ち方いい、勝利の左、そしてハイキックが、左引く、そうそう、やっぱね、クリュー選手右の、ね、ガードが結構下がってるんですよ、そこに左がやっぱ入りますね。あ、なるほど、はい、勝利の左引くが顔面を捉えていく。残り時間がなくなった。ここで第3ラウンド終了。本日の第2試合、いい試合ですね、ジャパンキック対イノベーションの交流戦、バンタム級3分3ラウンドの一戦、判定に入っています。ただ第1ラウンドから曽我さん、かなりお互いに打ち合っていきましたね。はい、すごい見応えのあるスピード感のある、お互いにやっぱり倒しにいってるんで、すごいいい試合ですね、はいはい、そうですね、はい、さあ判定の結果はどちらに軍配が上がるか。再起戦になっている赤コーナーの栗生雄生、そして勝利は現在15歳イノベーション健身ジム所属です。いや、でも健身ジムさんいいですね、若手が、若い選手がどんどん出てくる。あ、ということで判定の結果、青コーナー勝利の勝ちということになりました。素晴らしい。いや、でもやっぱり結構もう15歳でここまで確立さ、もうあの攻撃のパターンとかがやっぱりしっかりとしてるんで、すごいいい練習もできてるよ、環境もいいんだと思いますね。なるほど、そういうことですね、はいはい、とにかくその軸がぶれないっていうところも曽我さん話してましたけれども、はい、このあたりっていうのを感じますか。感じますね、やっぱりその、多分まあ若い時から、子供の時とかから練習してそういう感じなのかなってって思います。ああ、それぐらいもうなんかもう培ってるあの立ち方というか、ファイティングポーズとかもすごいいいんで。現在15歳でこれが8戦目という勝利ですが、本当に将来楽しみですよね。そうですね、もうだからこういう若手がね今多いんで、すごい、だからキックボクシング自体も本当底上げがすごいなって感じてます。はい、はい、
本当にあの日本国内だけではなくアジアそれから世界への道というのもどんどん開いてますしね。そうですね、もう本当ワールドワイドになってるんで、はい、あの選手一人一人もねもうあのどん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 大きい舞台に立っていけるっていうところもあるから、キックボクシング自体も本当にあれですね、楽しみな、そうですね、競技になってますから。本日の第2試合、ジャパンキックとイノベーションの交流戦、バンタム級3分3ラウンドの一戦、栗生雄星対勝利の戦いは判定で勝利がものにしています。そうですね、もう勝利の勝利ですよ。勝利の勝利ですね。はい、おめでとうございます。はい、